はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。マウスバートです。今週も英文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に英文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは前回の宿題クイズの解答解説に参ります。はい、助動詞の勉強をしていて、will の勉強中でしたね。はい、今やってるというか問題にしたのはこれですね。 Oil will float on water、これの訳で作ってくださいという問題にしました。はい、だろうじゃないですよ。もう答え書いてましたが、油は水に浮くだろうじゃないです。浮く回るみたいなものです。実は決まって何とかするっていう意味があるんですね。辞書を見るとちゃんと修正って書いてあると思うんですよ。こういうの修正のウィルというんですよ。決まってするんです。もう絶対的に油は水に浮くんですね。もう油は普通の油をちゃんと水にちゃんと垂らす、絶対浮くんですね。沈まないですね。そういう習性を表すためにウィルを使うことがあるんですね。この時は油は水に浮くもんだでもいいですね。はい、もう決まって何とかすると、決まって浮くということで、そういう役例を作ってください。だろうって書いていいでしょうかという質問がたまにありますね。ウィルだしね、だろうって書いてもいいさん、ダメです。はい、こういう時はだろうって書くと罰を食らいます。はい、なんでかって言っても修正のウィルというのはあるからっていう、そういう判断なんです。もう水に浮くもんだ、決まって浮くって、そういう意味で使ってますよっていうのをちゃんとね、再転換に主張しなきゃいけないんで、だろうなんて書いてあったら絶対ダメなんですね。はい、ちゃんと油は水に浮くと、回るというふうにちゃんと書いてあげるということですね。こういうふうにしていただければなということですね。これを修正のウィルというふうに言います。はい、こういう用語もウィルにはあるというのをしっかり覚えてください。はい、それでは今回の、授業の方に入りましょう。はい、盤面ご覧ください。今回やるのは簡単です。単純な問題。はい、Will の続きですが、Will you give me the ticket? はい、これの訳例を答えてください。はい、これだけです。はい、前半はこれだけ、後半も簡単な問題です。はい、これだけ、これの訳例を作ってください。はい、今からメッセージやってる方は作ってください。それから方もちゃんと自分のね、答えをねちゃんと作って、それから後半のビデオを見てください。